えー、良感、えー、をしようです。い <laughs> え<エー> <laughs> いやさか <laughs> えー、今日ね、あの、昨日、今日と、成田、高崎町で、えー、デトックスツアー、うん、発酵、ね、腐敗、 この発行に注目をした鉱崎。ここの一泊二日のリトリートをさせていただきました。そして明日は、今度は成田、香取神宮、鹿島神宮、そして残り二つの、ね、神社を含めて四つの場所を回る、ね、これは伊勢の、ね、関西で言えば伊勢、それの関東でいう、まあ、裏、 伊勢参りみたいなもんだね。そのツアーを近藤幸次郎さん、私の先進の師匠である近藤幸次郎さんと一緒にリトリート日帰りを明日してきます。で、えー、昨日から、えー、一人の霊能者だった私の高,、ね、そあの高校時代の後輩の話を ちょっと一つ二つしてます。で、あのー、僕ね、たくさんの霊能者見てます。うん、ちゃんと会ってきました。うん、ね。で、あのー、最初に結論言いますね。結論。どんなに霊的能力があろうが、そこにちゃんと 先進して、御霊を磨く、菩薩下座業をしている。こういう霊能者は信用していいと思いますが、これをやってない人。それから、やっているふりをしている人。ね。ね。こういう人は、本当に気をつけた方がいい。でね。 石屋の話に戻るけど、今回の D と S さん、ね。みんな、表向きはいい人だよ。うん。ね。例えば日本で言えば天てん,てんちゃん。そして、政治家、総理大臣。うん。それから、役所で言えば何、何官僚、財務省。うん。 ね経済界で言えば一部上場のトップ連中。うん。みんな、肩書きもね、ね立派。で、い何あのー、病院関係で言えば医者という先生。学校で言う先生。ね弁護士という先生。裁判官という先生。司法士ねえ。 それから何いろんな弁護士とにかく先、ありとあらゆる先生と言わせる人たち。ほど、いいこういう人ほど極悪人だったんだよ、今回。分かったこと。ね。ヤクザを見て、ね。ね、ここに、ね、いろんな絵がついてる、体に。それを見て、うわっ,って思うのは、 これはいいんだよ。見てわかるから。しかし、表向き。皆さんのために、世の中のために、ねえ、ねえ私を信じてとか言っちゃってさ、嘘ばっかり言って当選してさ。で、何にも、何あの、本当に、その、国民のためにやらないまあ、こういう、やから。 いいくらでもいるんだよ本当に詐欺師もそうだね、うん、僕もあの詐欺にあってよく分かったけどさ本当にみんなを儲けさせる幸せになろうねね増やしてあげるよとか言ってさいいことばっかり言って実は心こっちはもうね人を騙すことで頭がいっぱい、うん、どうやって金儲けしようかって頭がいっぱいこういうもんだね、うん だからね、何が言いたいか。三次元的に人間関係も、本当に誰がいい人で誰が悪い人かを見極める、目を養う。これをサニワという。で、見えない世界に対しても、これまた厳しく、ね、誰が良くて誰が悪いかっていうのを見極める目を養う。これをサニワという。 これを本当にやらないとみんな痛い目に遭う。ね。しかしだそういうね人がいるからこそ魂が磨かれる。<laughs> 面白いね。 で、あの世の世界も知る。ね。うん。で、あの世の仕組みを知る。輪廻天生がわかる。因果、応報もわかる。ね。そして、やったことが全部返ってくる。ね。うん。こういう法則を知る。すると、もう、本当にね、悪いことできない。 できない。うん。人を騙すなんてできない。うん。だから、人を騙せるって、うん。人を騙して少しでもいい思いをしたいって。これは、本当になんていうかな、隙を見せるとやられちゃう。うん。なぜって。いつの間にか、宇宙から思考操作されたり、 憑依されたり、もう一瞬だから、こういうのって。うん。それが、もう、日に日に、あの、増すばかり。うん。本当にね、自分で自分の心をしっかりと見ていかないと、 いけない時代に入ったなと思いました。うん。でも、これね、いろんな人がいろんなことを言ってるし、ねスピリチュアルの人いっぱいいるよ。でもさ、本当にさ、本当に本音でだよ。本音で、こう語る、伝える、そして、 それが、その、無償で話すうん。どれだけいるのかなうん。本当に、あの、よく考えてほしいしいろんな YouTube もあるけど、あの、いろんな人がいろんなこと発信してるけど、どの番組が一番ね、 真実を見抜いてるかって。うん。もうそういうフレーズに入ったと思うよ。うん。そんな気がしてならない。なんかね。僕、今日、ちょっと、ほら、見て。珍しくね、あの、あの、日本酒飲んでます。でも、たくさん飲んでません。うん。 ほん僕の中では少しです。なぜって。自分はあんまり酒強くないから。でも、とてもなんか気持ちいいです。気分がいい。うん。まあでも、お酒飲んで喋ってるから、適当に聞いてね。<laughs> あ、今日の YouTube、ダメだって言って、聞いてていいよ。でも、僕、案外真面目に喋ってる、これね。うん。うん なんかね、そんな気がする。何がそんな気がするんだはっ面白いな。でもさ、みんなになんかこう分かってもらいたいのはね、正直な気持ちを、正直な言葉で、ありのままに、みんなに伝える。うん。 これをやってほしいな。やってほしい。どっかに嫌われるんじゃねえか。こんなこと言ったらどう思われんだ。そういう気持ちをもう、もう卒業してほしいな。うん。って思ってます。ははは。ということでね。あの、もう10分経ったんで。 ね、YouTube ね、切ります。イェーイ <laughs> 本当に幸せ。今この瞬間が本当に幸せです。ありがとうございます。